同じ会社で出会わしちゃいけないって言うから駆け落ちしてきたんですよ。今は、こちらの、なんか吉尾浜公園、はいはい、このなんかゴミの分別されてましたけど、これは何をされてたんですか。やっぱり一応混ぜないで分別しないと横浜市の条例ではそうなってるんだから、はいはい、一生懸命一応そういうことをやってるんですよ。あとこの公園のゴミを拾って分別してらっしゃる。そうそうそう、それはどうしてそんな公園をきれいにしてるんですか。やっぱりみんな来て気持ちいい公園にしたいからですよ。だからこれだけじゃないのよ、植木から何から全部やってるんですよ。植木から何から。植木、あ、植木か、だから剪定バサミも持ってたでしょ。あ、そうなんだ。剪定バサミも持ってるし、お父さんは今おいくつなんですか。今年72になる、7月セブンイレブンになったら。あ、なるほど。虎年で、はいはい、なるほどっすね。仕事とか何されてんすか。仕事はもうこれが仕事ですね。もう年齢的にどこでも使ってくれないもんだから。あ、じゃあ収入的には。なあ、全部、まあ、ボランティアです。あ、ボランティア。すごい。いや、すごくはないですよ。自分の気持ちだからね。で、火曜日とね、金曜日はね、ここのあれで全員集合で、はい、掃除したりするんですよ。あ、そうなんで、今向こうに集めてるのは、火曜日になったら袋を詰めて向こうに集めちゃうんですよ。年金とか生活保護とか。ね、生活保護です。あ、そうなんですね。だから生活保護もらってるんだから、そのぐらいのことをやらなきゃいけないと思ってます。なるほど、そういう理由もあるんです ね。なるほど。お父さんは前まではどんな仕事されてたんですか。いろんな仕事をやりましたよ。私は沖縄石垣島から出てきて、あ、15歳で、ね、野毛のとんかつ屋で見習いでやって、それからあちこち転々とコック見習いでやって、ほんで静岡県浜松で餃子握り2年間やって、それでこっち出てきて、母ちゃんとお茶、あら、なんていうの、同じ会社で出会わしちゃいけないって言うから駆け落ちしてきたんですよ。おお、そうなんだ。18歳で駆け落ちしてきて、はい、で18歳で子供で作っちゃって、はい、もううちの孫なんか有名ですよ。あ、息子なんか、有名っていうのは有名人。有名人なんよ。あの日体エバラとか、長男も次男も日体エバラで、野球もあるし。野球をしてるんですか。息子、孫は東京ヤクルトに今2軍で入ったばっかりなの。駆け落ちしたっていうのは、社内恋愛はダメだって言われたもんだから、コックしてる時、浜松で、はいはいはい、それでじゃあしょうがないということで駆け落ちしてきたんです。なるほど、なるほど。それで吉原というところで、はい、ミラクというところで国空してたんですけど、はい、一月もしないうちに車が十字路で事故を起こして、はい、お店の中に突っ込んできて、お腹のところも、もう少しというところぐらいまで来ちゃって、はい、で3ヶ月ぐらいあれ修理するのにかかると言われたもんだから、それでこっちでお兄さんなんかが土建屋やってたから、はい、それで土建屋になっちゃったんですよ。コックをしてたらいきなり車が店舗に突っ込んできて、そうそう。
さんのお腹のところもね、ギリギリのところで止まったのよ。あ、当たりはしなかった。当たりはしなかった。カウンターの中でもう挟まれる状態だったのよ。なるほどなるほど。じゃあギリギリ大丈夫だったけど、そう運が良くて、そうもうだから車抜いたら2階が落ちるという感じだったの。危ないっすね。それよかったっすね。よかったですよ。それでこっち来て道路工事始まったんです。なるほどね。そこからその料理人は引退し て、そうそう、土建屋さんとか、そうそうそう、兄貴の手伝いという感じで共同経営という感じで、よく中区の土木の指名業者まで成り上がったんだけど、お兄さんが脳梗塞で倒れちゃったから、それでパンクしちゃったんですよ。なるほど。それからまた自分で一応中華料理屋洋光台入り口の方で、クリッキの方で、田中町というところでね、中華屋さん3年ぐらいやったかな。ラーメン屋さん自分でってことは経営して経営してしまいました。ラーメン屋さんを起業したってことですか。はい、そうああすごい。いやすごくないですか。なんで鶴ラーメン屋さん経営。やっぱり忘れられないんじゃない、自分の手仕事だから。いや、なんかそれを自分でやろうってこう決意したのはなんでなんですかね。いや、もう やりたいという気持ちはいつもあったんだけど、ほら独身だけじゃね、子供やっぱり恥ずかしい、親父が土方してると言ったら、恥ずかしいだろうと思うから、ああラーメン屋でも広げてあれしようと思って、なるほどね。だから静岡からあの一緒に濃くしてた人が、先輩が手伝いに来てくれて、1週間手伝ってくれてましたよ。ああ無人っていうか、そうなるほど。どうでした、そのラーメン屋さんは。結構儲かったんですか。僕あの女房の方はね、あんまり人付き合いいいから、みんな隣近所の おばちゃんなんかね、でお茶会ばっかりやるもんだから、いつもいっぱいという感じでお客さん入れないんだよ。入れないんだよ。なるほど。それで長持ちしなかったのよ。ああなるほど、そういうことです ね。常連さんがほぼ席閉めちゃってみたいな違う、常連さんというかお茶飲み会なのよ。普通のあれで家でほらお茶飲みするでしょ、そういうお金もらわないで隣の近所みんな呼んで店いっぱいだから、お母さんが飯食いに来たって帰れって言えないでしょ、だってそれはなんか大木さんにちょっとそれやめろよみたいな、ってそれは言えないよね。言えないね。そういう性分だから。でもなんていうの、金ちゃん二郎さんの社長が11時か12時前ぐらいに、いつもね餃子おいしいから餃子お土産に3人前毎日というぐらい、お土産に持って帰りましたね。杉田台だからね、あの社長は金ちゃん二郎さんの。それでその時はよく通ってくれましたよ。その奥さんとは今は別れてしまった。いや、早く亡くなったの。53歳でくも膜下で亡くなっちゃったの。それから私がおかしくなっちゃったのね。一人で寂しく。あ、なるほど。おかしくなったっていうのは。どういや、私もほら寂しいからほら飲み屋がようになっちゃったの。そういうことか。私も大愛演舞まで持って個人的でやってたんですよ。ごめんなさい、もう一回。大愛演舞。大愛演舞って分かりますよ。分かんないです。バックホーンあるでしょ。バックホーンって知らないですか。道路なんか穴掘ったりする、あれにタイヤがついてるの。それで昼夜と頑張って、お金もないのに小松で売ってくれたんですよ。
はい、だから高島や天理ビル、私が穴掘り やりましたよ昭和43年頃。ああ、だからその奥さんが亡くなってしまった後、そういう仕事で。いやそれはもうだから土下座してる時にそういう機械も、うちのあれで機械も買ってあったから、それで今度自分で独立してラーメン屋も兼業でやってたの。タイヤ全部もう3ヶ月後からだったら支払いできますからって、月37万円3年間で払うから。そうしたら小松のセールスマンが売ってくれたの。ラーメン屋と土建屋さんを両方とも両方も経営してやりましたよ。起業してってやつ、うんうん、だからラーメン屋の方はあの お客さんじゃないでね、お友達集まっていつもお茶会するから、はい、やっていけないから、もあのそっちの土建屋さんの方で、ね、そうまかなってってそうそうそう。その奥さんが亡くなっちゃった後にもうそのラーメン屋さんとかそういう土建屋さんは続けてたんですか？いや、ラーメン屋さんはうちの兄貴の嫁さんが焼き鳥屋に貸してくれって言われたもんだから、また貸し状態になっちゃった。なるほど。生活保護はいつ頃からもらうようになったんですか？うちの私はもともと本木なんですよ。はい、本木2丁目。そこに友達が氷菓子から金借りてて、はい、ここに住んでる人が、はい、それで百均取りに来るから、はい、悪いけど止めてくれって言われたんだ。私一人だったから、はい、いいですよということで、そうしたらうちの部屋はたまり場になっちゃったの。今度飲み屋の のんべいのそれで喧嘩になっちゃったからさ、ダメだ、寿町まで送るからと言ったら、なんかタバコをもみ消してみたいなのよ。もみ消してゴミ箱にティッシュ入ってるゴミ箱に消したつもり、本人は消したつもりだけど捨てたもんだから火事になっちゃって丸焼けになって、昭和あれ平成14年か、はい、それでこういう状態になってる。光が丘に役所から光が丘の部屋を提供されたんだけど、はい、それで向こうから一応通って仕事は部屋とリンプで飛びとか いろんな仕事をやりましたよ。火事によって財産なくなっちゃって、まあ、全部なくなりました。そのせいで生活保護を受けたって。いやそうでなく、もううちの兄も面倒見てたのよ。兄も脳梗塞で脳梗塞2回かかって、はい、それで私が面倒見てたのよ。9つ上の兄だけどね、その兄が2回目になっちゃったらもう言葉も話せなくなっちゃったの、はい、それで面倒見るのが大変だから仕事しる場合じゃないみたいな。いやそうじゃないです。それでも仕事しながら、その歩けるのは普通に歩けるんだけど、3階で借りてたから散歩 しないから、で朝の食事中にちょっとおかしいなという感じになっちゃったの。急におかしくなっちゃったのよ。なんか咳込んじゃって、それで、あ、これは脳梗塞だなと思って、すぐ119番したら、あそこの脳外科
あそこ何の脳外科って脳外科に行ったらもう脳が2つともあれで、んでこっち喉穴開けられて、そこからターンとかそういうのする、それで洗濯物を毎日届けるような感じで、それから仕事はやらなくなっちゃった。うん、なるほどです。カテガルさん、人生の中で一番辛かったこととかってありますか？辛いのはやっぱり小さい時だよね。小さい時は何だったんですか？小さい時は私はもう小学校6年からサトウキビの積み込み夜中にさせられるんだから、親父があのリウマチでそういうサトウキビの積み込みとかができないから、それでうちの田舎の 人がトラック持ってたもんだから、サトウキビ全部よその現場の部落のサトウキビを配送し終わって、はい、で帰ってきてから積み置きでやるから夜中になったんですよ、はいはい、夜中になって そういうのが一番つらかったですね。夜な、もう学校行かなくてもいいから。ああそうなの、学校行かせなかったんですか、うん、いや学校行かなくてもいいということで、だから中学3年にもう夏休みに家出して、私は那覇に自分ですぐ家出して。あ、そうなんだ。家で中学3年の夏休みに家出して。それっきり家族と会ってないみたいな。いや、違うです。あ、それっきり、まあ、会ってるんです。まあ、お父さんがこっちにお兄さんのところに行って一緒に仕事しなさいということで来たんだけど、はい、私にはまだ15歳だから、はい、あれだから、それで野毛のとんかつ屋にコック見習いとして入りました。その時一番辛かったですね。365日休みなしで。小学生とかなのにね。いや、小学生の時はその時石垣島にいる時だもん。那覇で生まれたんだけど、石垣島に昭和30年に移民で行ったんですよ。百姓になっちゃったんだよ。だからそれが一番辛かったですよ。でもうみんなが遊んでても、関係して遊んでても、馬の草刈ったり、ヤギの草刈ったり、そういうのが一番辛かったですね。ああ、きついです。夢とかありますか？夢は自分の孫が東京ヤクルトに今入団して2軍で頑張ってるけど、はい、それが1軍で昇格して頑張ってくることが夢ですね。ああ、それを見届けなきゃ死ねない、死んでますね。今でもそのお孫さんとは会ったりするんですか？いや、まだ1年目か。去年の1月の5日に、あ、6日に入団してるから。それから向こうは練習で、私は一応オッポーマ球場でよく練習するみたいだけど、巡業でどこか回ってやってるみたいで、なかなか会えない。ああ、なるほど、ね。もう二軍だから。携帯とかは持ってるんですか？持ってない。携帯持ってたけど、隣の人と三人、ちょっとボケてるおじさんと三人一緒のポストに入れられて、私の自分の他やみんなゴミ箱の下だから切れちゃって、請求来たら一気に十何万と来たもんだから、払いきれねえから、そのままパーだな。じゃあお孫さんと連絡取る手段ないってことですか？いや、息子は本部にいるから、経営コンサルタントやってるから、長男がそこの区役所の先の方の左側の
5階6階がその本部だから。あ、息子さんが、うん、区役所で働いてらっしゃる。区役所の奥の方、向こうの方、もうちょい先の十字路の角にこというあのあれお店があるんですよ、はい、そこの5階6階だと思うけど。何をしてらっしゃる方。それで経営コンサルタント。経営コンサルタントになってるはず。今をやってるから、ま、その人とに連絡取ればいつでもあれです。で、その次男が新日鉄広畑で一応あのイチローとオリックス時代にイチローとやってた人が高校の監督になったから監督あのピッチングコーチ頼まれてそれやってるんです。で自分が自分の子供連れて 小学校5年生6年生の時に日本一になってます。優勝してます。